皆さんこんにちは、なまはげゲームズです。今回はルームファクトリー5で一部のレア素材を比較的簡単に手に入れる方法をご紹介させていただこうと思います。まずはじめになんですが、ゲーム終盤の武器や防具のレシピにはレアな素材を要求されることが多いんですが、その入手方法はかなり難しいようで、モンスターのドロップなどもあるのかないのかわからないくらいなんです。例えばこのエルフのマントに必要なドクロ水晶などは誰が落とすのか私も現時点でわからないくらいなんですね。なんですが、これら入手の難しいと思われる素材を手に入れる方法について今回ご紹介させていただきます。やり方は簡単で、まずは大量の株の酢漬けを用意します。これは株の酢漬けでなくてもいいんですけども、とにかく自作したアイテムであれば何でもいいです。自作したアイテムには星のマークと自作とついてますので、そのアイテムをまず用意してください。武器でもアクセサリーでも何でもいいです。これをとりあえず5の倍数個を用意します。例えばまあ10個とか15個とかですね、多ければ多いほどいいと思います。そして例えば今回ドクロ水晶であればハインツに会いに行きます。でハインツに株の続きを渡していくんですが、この時メニュー画面の L ポケットカスタマイズから渡したいもの、アクセサリーであればアクセサリー、料理であれば料理のように、これをですねちょっとカスタマイズしておいた方がいいと思います。で実際にこれをですね5個渡していきます。3個目、4個目、ちょっと間違えました、5個目。そうすると向こうからその人の特性に合ったアイテムをもらうことができます。村の人にはそれぞれ自作アイテムを渡した際にお返しをくれるという習性があるんですが、村の人それぞれにお返しに傾向があるようなんですね。今回ハイツの場合は宝石類をお返ししてくるという特性がありますので、こうして交換していくといつかドクロ水晶が手に入ります。他にもですね、リュカであれば鱗類をくれるという特性があります。なので鱗類を欲しい場合はリュカにひたすら自作アイテムを渡していきます。このように人魚の鱗がもらえました。それぞれの村人の系統一覧はこちらになります。宝石類であれば先ほどのようにハインツ、爪や牙類であれば村雲、甲羅や骨類であればセシル、鱗であればリュカやレディアですね。ここにない系統のもの、例えば布であったりとか糸みたいなものはちょっとねやっぱり自分で探して見つけるしかないんですけども、このくれるもの欄にあるものに関してはある程度今の方法の交換で賄うことができそうです。注意点としては、例えば、ラインハルトの種なんですけども、種全部くれるかっていうとそうじゃないみたいで、くれない種もありました。この部分なんですけども、例えばクエストやストーリーの進行度によってはその時まだもらえないものみたいなものがあるようです。そのあたりを注意しながら、もしもらえないものがあるのであればクエストやストーリーを進めていくことでもらえるようになるかもしれないので、ちょっとそこのあたりを進めてみていただければなと思います。有効度に関しては影響を受けてないように見えました。ただ食べ物をくれたこのメンバーに関してはそんなに有効度が高くなかったので、もしかしたら有効度が上がると別のものをくれる可能性がないわけではないです。ただ私の今の状態での検証では食べ物しかくれませんでした。あと注意点というほどでもないのかもしれないんですけども、
一般的には先ほど言ったように5の倍数個分あげた時にくれる。例えば5個あげた時、10個あげた時にくれるんですが、村雲だけは毎回くれるんですね。これもしかしたらバグなのかもしれないんですけども、とりあえずそのあたり村雲だけは1回交換でくれるということだけ覚えておいてください。武器も防具も高レベルのものになると特にそうなんですけど、あと1個素材があれば作れるのにということが結構あるんですね。例えばこの竜のマントで言うと、グリモアの鱗なんかは一体どこで手に入るのかちょっとねまだわからない状況なんですが、そんな時にこの交換の技で補える部分を補ったりできると非常に便利ですので、よろしければ一度試してみてください。以上、なまはげゲームズ一部レアアイテム入手方法でした。お役に立ちましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆様、良きリグバースライフを。